とかサポートで出てくる。これだからあれじゃないの、テスト前にさ、うん、全然勉強してねえわ、うん、全然マジマジ、あーって言ってね、これ赤点やわの人じゃない、うん、お前ら多分ちゃんと赤点だろ。うん、赤点。え、カナトは赤点取ってたっけ。赤点なんて取ったことないよ。どうやって取るの、授業聞いてて。赤点なんて取らんよ。あ、うん、あ、寝てても取れるさ。あ、でもヒバあれやろ、お前ゲームめっちゃうまいらしいやん。やばいやばい、陽キャが、うん、なあ、あ、なんでしょう、ゲーミング PC 持ってさ、なんかやってんでしょ、いろいろ。陽キャいる。俺もほら、あの荒野行動とかさ、よく知ってるから、一緒にやろうよ、ゲーム一緒に。え、携帯でやってない、携帯で。PC 持ってねえから。あいつマジ、あいつ、あいつやばい、PC 持ってないからさ。こういう陽キャ一番嫌いだったわ。やばいやつ、俺って。エルエルって恋愛対象にはならない可愛さがあります。え、なんかよくあの妹っぽいねって言われるんですけど、あ、カズくんがいつもお世話になってます。なんか、あ、全然全然彼女さんに邪魔しようとかそんなんじゃないんですけど、いつもあの相談相手みたいな感じでカズくんにはなってもらってて、あ、なんかこの前のあの彼女さんのお誕生日の時とかも、あのカズくんが何にするかわかんないからって、何したらいいかわかんないからってと、誕生日選び一緒にさせてもらいました。え、よかったですかね、誕生日。え、よかった、気に入ってもらえて。なんかカズくんすごいやんか、私のこと妹っぽいって言うんですけど、え、もうなんか女の子として見てないと思うので大丈夫ですよ、全然。なんか恋愛体操に入らないみたいな話よくされて、え、ひどいみたいな、ひどくないですか。自信のある料理は、俺そうめん茹でんのめっちゃうまいぞ。誰でもできる。腰とかさ、ちょっとなんか、うん、トゥルトゥルできるかどうかとかさ、やっぱあんのよ。いや誰でも、多分私が湯がいたやつとさ、イブちゃんが湯がいたやつ順番にさ、じゃ食べてって食べさせたらさ、絶対誰もわからんよ。一回お互いに湯がいて、メリーにさシャッフルして食べさせよ。で、変わらんって言ったらもう変わらん、それは。今後名乗らないと自信のある料理として、メレッサだったら絶対変わらんって言う。うん、変わらんねっていう。あ、でもって言ってくれるかもしれないじゃん。あ、でも空気読んでくれる。言いそうじゃない、変わらんねイブラヒムが、マジかよ、変わらんねえ、もぐもぐ、あ、でもいそういそういそう、こっちの方がって言いそうじゃない。姫ヶ崎姫って呼んでほしい。うん、いいよ、姫ちゃん。うん、ありがとう。萌え声生主来た、スカイプチャンネルに帰れ。コテハンつけててください。あの、エイペックス初心者なんですけど、私とイブニーの真ん中を歩きなさい。はい、わかりました。いいんだよ、キャリーお願いします。カメラ持ってないの、ウェブカメラ持ってないの。顔見せてよ。ちょっとやっぱ顔出すのはちょっと恥ずかしいなって。ウェブマネー、ウェブマネーで買ってあげるよ。え、ウェブカメラあるってこと？必要、ウェブカメラありますね。ウェブカメラあるってこと？名前がブサイクですね。いや、名前はブチャイクだよ。やめてあげて。ね、もう一回言って。もうめんどくさ。なんか語尾がニャーのキャラクターとかのニャーまで読めみたいな。ダリー。そうやってギャルはいつも陰キャをバカにして、え、何書いてんの、え、自由帳に何書いてんのみたいな。クラスメイトのこと名前書く、あのプロフィール帳に物静かだなと思う子のところに俺の名前書いてんでしょ。しかもあんまり絡むことなかったけど卒業しても頑張ってねって寄せ書きに書いてんだろ。前は、じゃあましろさんとか言われてますけど、確かにましろさんを意識してちょっと僕やってみましょうか。ふう、あとは埋めるだけだね。何？ダメだよ、僕たちはもう共犯者なんだから、最後までしっかり見届けてくんないと。僕と君だけの秘密なんだよ。ほら、もっと喜びなよ。真白さんだったらこういう風に言うかなみたいな。勝手な私
私の真白めめさんの想像です。なんかこうちょっと狂気に走るときはなんかもう目がカッて見られてダメだよっていう風にこうちょっと声のトーンが落ちるみたいな真白さんすみませんみたいな怖かったなあれ、怖かったなあ、びっくりしたうーびっくりした、ちょやめてくださいよマイクル世界さん、ちょっと空気読みすぎですよ。え、なんかヤシピーペット飼ってないの？金魚とか。いやもう飼ってない一切。金魚飼ってそのなんか魚とかさ。え、何それ、え、な、な、どういうこと、だから言ったんだよ、ね、金魚飼ってそう。え、どういうこと、どういうことね、ちょっとなんでそう思った。グッピー飼ってそう。どういうことむっちゃ大事にグッピー飼ってそう。え、どういうこと、そういうこと、え、なんでそう思った温度感じむちゃくちゃうるさそうやね。何とかさ、絶対めんどくさくて無理。なんかいい感じのにしてさ、温度管理とかそう、音ゲーしてるそこで、ね、プロセカしながらおしゃれなところで水槽構えてで、餌パラパラってあの塩振るみたいにね、上からちょっとバカにしてるいやいや、なんでそれいや、なんか解像度が変に高いんだよね、なんか。え、1920じゃない？いや、もう 4K お前らのなんか偏見が 4K ぐらい解像度が、偏見のくせに高い。おはいれる、寝坊しました、すみません。あーまあ君ね、まあ別に寝坊いやいいけど、でも僕に謝られてもね、まあ遅れちゃったもんはしょうがないし、まあとりあえず席についてやることやって、奥も遅刻したのでお願いします。あのね、一人一人言わなきゃいけないの、こういうこと。俺授業を邪魔されたくない。なんでかって他の生徒たちの迷惑だから。いや、お前めっちゃ怒られたな今日、マジで授業中。いや、マジだる、本当に。なんで俺？ウィハロも輪切りにされた。そう、同じ柄にしてみた。へぇ、うん、アイタッチ仲いい。あ、イエイイ困ってんじゃん。違う困ってんじゃんスラック読んでた、すまん練習中にスラック読まれてるじゃん。今、真泉さん手空中にふわってなってた。もう上げた以上どっかにやらないといけないから、どこにも行けなくてずっと手ふわふわさせてた。かわいそすぎるよ。ごめんよくあるやつじゃん。なんかこうふわって上げて、あれってなって、なんか髪の毛触ったふりして手を下ろすみたいな。なんでそんなかわいそうの解像度高いんですか。あ、やった、シーソーゲームだ。オッケー、シーソー。喋んなくなっちゃったよ、まやすみくん。どうする、いなくなっちゃった。ラジカンにあるね、絶対に。ラジオ会館、秋葉原のね。探せば絶対やる。買い取りの、ワンピースの買い取りの、なんかそのショップでさ、それ出している店とかあったらいいな、結構好きかも。うん、やってくんないか、うん。はい、番号札105番の賞金首のお客様。買い取りのお客様。買い取り番号札。買い取りカウンターの人だ。買い取り番号札323番、倍数でマジのお客様。コーンショップになった、一気に。マジックと遊戯王で買い取りを待つの119番でお待ちのお客様、お待たせいたしました。わあ、ビッグマジックの人だ。